ガイマの野望。あれ、なんつったっけな、なんかこうふわふわっとした、あ、ポメラニアンだ。またにかけたストーリー、地球の平和を守るためにまた今日も一人6畳まで腕立てストレッチ、また奴らが連中が今日もやってきた、連絡もなしに5分遅刻でやってきた、世界人の心へ教えてやるぜ、究極形態ファイヤーバード本当のところは内気なヒーロー From me to you 近づきたいけど君は眩しい太陽、奴には拳を君には腹を幸せよ、みんな切る闘志力を込めて今日はもう戦う、天体天体戦士サンレッド。今何時？そうね、だいたいね11時53分4と3分の間だから3分30秒ぐらいかな。いやいや、自分でだいたいねって言ったばっかりじゃん。いや、まあね、そうだけど、まあ、あー、いたいた、あ、来た、アトキラさん、チュース。お前ら探したじゃねえかよ、喫煙席じゃねえ、禁煙席の方よ。何喫煙席に座ってんのねえ。え、アントキラさんタバコ吸われるじゃないですか。アントキラさんタバコ吸われるじゃないですか、じゃねえよ、やめたのよタバコ、言っただろこの前。え、聞いてないですけど。あの、別の怪人と間違えてんじゃない。まあいいわ、おい禁煙の方行くぞ、水持てよ。はい、席移動するって言わなくていいんですかね。いいんだよ、向こうの席で言えば。何にします、アントキラさん。何にすっかな。あ、ここランチにサラダバーつくみたいですよ。アントキラさん野菜好きなんすよね。あ、スパゲティも悪くねえな、ゲティでも。ゲティってよ、コンビニとかで売ってっからわざわざ外で食うのってなんか抵抗あんだよな。どうすっかな、ゲティって。あ、サラダバーあるんですよここあのさ、俺確かにこの前ファミレスでサラダに固執したよ。なあ、お前らその時のことをあれにして言ってんだろ、俺がサラダ好きって認識でなあ。え、でもこの前のサラダへの固執はさ、危機感であってよ、俺の思考じゃねえの、一時的なもの、野菜不足から来る危機感。悪いけど今日はサラダって気分じゃねえから。そうですか。何すかな。何するお前。そうだな、何しようかな。俺ハンバーグランチにしよう。じゃあ俺はチキンジンジャーランチ。何？ランチにはサラダバーが。食わなきゃいいんだろ、なんか問題ある？ありません。お待たせしました、こちらサラダバーのプレートです。あ、じゃあ僕たちサラダバー行ってきますんで。おう、行ってこいよ。じゃん、俺トマト食おう。ほんとお前トマト好きな。おせえよ。1分以上俺を一人にすんじゃねえよ。はい、これはメインウェポンの痛み。何お前またトマト好きだね。ん、何、ポテトサラダあるじゃん。あ、ほんとだ。言えよな、ポテサラがあるんならよ。 あのじゃあ俺アントキラさんの皿持ってきます。本当にすいません、僕も今気づいて。僕も今気づいてじゃねえよおめえ、俺ポテサラ大好物なんだからよ。アントキラさん、もうテーブルにライスとスープ来てましたよ。マジ？おい急ぐぞ。はい。
待たせしました。アントキラさん、禁煙っていつから始めたんですか？実はまだ2日なんだけどよ。あ、全然吸いたくならないんですか？命が惜しいからな。え？実は兄貴に禁煙の呪いかけてもらってんのよ。お兄さん？お兄さんいらっしゃるんですか？あれ？おめえ死んねえの？アントキラさんのお兄さん、カメノさんだ。そうなんですか？そうだよ。そういえば似てますかね。何笑ってんだよ。いや、あの仮面マンさんもアントキラーさんも4000年以上生きてるんですよね。2つ違いの兄弟なんですよね。それのどこが面白いんだよ。4000年生きてて2個違いって、細かいかなみたいな。細かいよね。言われてるよ。そうね。うるせえよ、おめえはや。その禁煙の呪いって何なんですか？タバコ吸うと呪われんだよ。体中から血が吹き出すんだってよ。血が？そりゃ焦りませんよね。だろ？悪いけど俺命がけでタバコやめる気でいるから。お墨のお皿お下げしてもよろしいですか？おい、コーヒー入れろよ。え？ランチコーヒーはおかわり自由だろ？俺紅茶頼んだからおかわりできねえんだよ。やばいっすよそれ。やばいっすよじゃねえよ。お前またもらえばいいじゃん。軽犯罪ですよ。食器下げるとき逮捕されちゃいますよ。逮捕されるわけねえじゃねえかよ。お前怪人のくせ何言ってんだよバカ。いやでもいいんだよ、もうここ来ねえんだからよ。僕たち常連なんですけど。そうなんですよ。お部屋を取り返します。食った食った。これからどうします？映画でも見ます？映画？あれウォーなんとかっつうのまだやってたっけ？あ、どうですかね。ちょっとアントキラさん。え？タバコ吸ってますよ。あ、本当だ。あーやっべ、食後の一服が当たり前だったから条件反射で吸っちまった。やっべ。あ、アントキラさん。でも別に血なんか出てないですよ。え？なバーカ、古代エジプトに禁煙の呪いなんかあるわけねえだろ。よくも騙しやがったな。おう、4000年生きてて2歳違いのバカ兄弟だ。おめえのために嘘ついてやったんじゃねえか。寿命が縮まっただろ。ふざけんなよ兄貴。ふざけんなよ兄貴。バイケーアニマルソルジャー、ビーさんの進化。アニマルソルジャーの今回の作戦はレッドの家にたまたま、あ、いや、またまた忍び込むことである。やっぱり開かないね。仕方ないな。コッシャン、ダメだよ、ここはカヨコさんの家なんだから。ミスドルは降参で。え、僕が開けるって？壊しちゃダメなんだよ。ビブ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 。うわぁ、液体金属。バユケー、アニマルソルジャー。アニマルソルジャー、寿司屋へ。回転寿司って美味しいんだって、ウサちゃん。でも高いんでしょ？安いみたいだよ。本当？じゃあ行ってみる。よろしい。ここだよね。あれ？回ってないよ。なんでだろう。きっと回らない分安いんだろ。あ、そっか。じゃあ食べよう。美味しかったね。お腹いっぱい。糖尿なんでたくさん食べちゃった。合計42,000円です。どうしよう、僕30円しか持ってないよ。僕60円。所詮回転寿司でさえお呼びじゃないのだ。ピーちゃんはゼロ。きったね。なんだおめえら、金もねえのに寿司食ったのか。ごめんなさい。悪気はなかったんです。かわいい。仕方がねえ、今回はタダにしてやってもいいけど。本当？ま、その代わり金はいらねえから毎日寿司食いに来なよ。自分ヒルギオはダクダクに玉つけるっす。メガ系もいいぜ。ああ、今日もお寿司か。もうトラ飽きちった。えっ、1号とか彼女とかいるの？いますよ。え、そうなんだ。遠距離恋愛なんですけど。どこにいるの？天体戦士サンレッドのテーマ。サンレッドのテーマ。え？パパパパパパ。
バンプよ、作戦の進行状況はどうだ？は、現在は…お兄ちゃん、何やってるの？こら、マー君、入ってきちゃダメだって言ったでしょ。またにかけたストーリー、地球の平和を守るためにまた今日も一人6畳まで腕立てストレッチ、また奴らが連中が今日もやってきた、連絡もなしに5分遅刻でやってきた、世界人の心へ教えてやるぜ、究極形態ファイアバード、ファイアバード、本当のところは内気なヒーロー、 From me to you、 近づきたいけど君は眩しい太陽、奴には拳を君には腹をし合わせよう、みんな切る通し力を込めて今日はもう戦う、天体天体戦士サンレッド。ねえ、バンプさんから宅配便が届いてるわよ。あ、なんだよ、また変なもの送ってきやがったのか。ずいぶん大きいけど何かしら。あら、なんだこりゃ。あ、どうも、かよこさん。よかった、ちゃんと届いて。え、はい。ぜひレッドさんにもお裾分けをと思って。それはどうもご丁寧に。おい、ちょっと待て。あ、ちょっと。おい、こら。
レッドさん。なんだこれは。驚きました。うちの若い子のアイデアなんですけどね、今度資金調達の一環として試験販売してみたんですよ。どこの世界にソーセージ売り出す悪の組織がいるんだよ。大丈夫ですよ、ちゃんと販売許可はもらってますから。あ、いや私もどうかとは思ったんですけどね、やっぱり若者の意見は積極的に取り入れていかないと。そういう問題じゃなくてだな。まさかお前中に変なもの仕込んでるんじゃ。とんでもない、うちのソーセージは魚肉 100% ですよ。合成着色料だって使ってないんですから。あ、そう。そのまま食べてもいいし、刻んでチャーハンの具とかにしても美味しいんですよ。いるぞ。あれ、あ、ウサちゃん。あ、見つかっちゃいました。フロシャイム怪人のフィギュアが漏れなく1個おまけについてくるんです。よくできてるわね。ラッキーですね。ウサコッツは数が少ないらしいですよ。そうなの、やった。なんかたくさん種類があるみたいなんで頑張って集めて。レッドさん、あんまりソーセージ好きじゃないみたいだね。いやー、まあ確かにレベル高いんですけどね、このソーセージ。全然売れなかったね。何がいけなかったんだ。マーケティングは完璧だったのに。でも食費が浮いて大助かりだけどね、私としては。もうソーセージ飽きた。ダメだよ、好き嫌いじゃ。流通が悪いんだよ、畜生。やっぱもっとこう大々的に広告って。あ、お前の企画はレベル低いからに決まってんだろ、バーカ。うるせえ、商品化の前にポシャったお前のフルシャイムカップメール、マジで。お前それ言うなよ、フルケドン。じゃあお前ソーセージ先に取れんのかよ、お前。先に先に取る先発が取んなかった。こらこら君たち、やめなさい。お待たせしました、ソーセージ鍋できました。意外といけるじゃねえか、このソーセージ。あ、やだ、またゲイラスさんかぶっちゃった。フロシャイム西東京市ヘンゲル将軍、またの名をマスターオブシザー。悪魔の切れ味を誇る彼のハサミは絶えず獲物を求めている。あらら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 、絡まっちゃいましたね。すんません、これ切断か。え、あ、いや、あの、ほどきますんで。私のシザーズはダイヤモンドをも切断する。遠慮はいらんぞ。いや、いいんです。切りたくて仕方ないんじゃないかな、きっと。あ、じゃあお願いします。うん、みんなおはよう。今日はみんなに紹介する子がいるの。今度うちの支部に配属になった新卒のロギス君、この春に大学を卒業したばかりなの。チェス。じゃあね、ゲドン君、君が教育係としていろいろ教えてくれる？俺ですか。大役っすね、ゲドン先輩。よ、教育者。じゃ、ロギス君、明日からよろしくね。よろしくお願いします。は、うん、参ったな。なんだよ教育係って。そういうことならサラリーマンやってるって俺。でもバンプ様の期待に応えたいしな。教育係って何やればいいんだよ。とりあえず日常のことからだよな。よし、ロギス君に教えなきゃならないと思うことを箇条書きにしてみよう。書き出してみると結構あるな。それじゃあ朝礼終わります。それじゃあ説明していくね。はい、あのクニックルワイハイパーはここにあるからね。朝礼の後は軽く掃除することになってるから、これ使って廊下やって。はい、聞いてる？聞いてます。なんだこれ、シート汚いじゃん。誰だよ書いておかないのは。あの世界征服もさ、こういうちょっとしたことの積み重ねからなのに分かってないやつ多いんだよな最近。ちょ先輩、クニックルワイパーってなんすか？クニックルハイパーだよ。いや、クニックルワイパーだ。2号って彼女とかいんの？いますよそら。あ、そうなんだ。いるでしょ、いる方向でしょやっぱり。じゃあ今度キャバクラ行かな。え、ちょっと待って待って、話おかしいじゃん。いや、いるって言ってんじゃん。いやいや、いるけどさ、別に言ってもいいじゃん。まあ別腹ったやつ。ロギス君、早くみんなに溶け込めるようにしないと。そのためにはまず教育係の俺と打ち解けるのが先決。それには飲んで羽目を外すのが一番。よし、ロギス君、ちょっといい？あ、なんすか？今夜どうかな、一杯飲みに行かない？あ、俺今日ガチで先約るんで、すいません。あー、ごめんごめん。
君の予定を先に聞かないで。じゃあ今度の都合のいい。あ、ちょっとすいません、ちょっとそれから着信なんで、すいません。あ、もしもし。うん、俺今どこよ。そりゃそう、鬼熱いね。うっせえうっせえよそれバカ。なんすかこれ。うん、見ての通りだよ。俺たちで自主的にやってる勉強会のプリント、ロギス君も明日提出してよ。え、マジっすか。いや、ぶっちゃけ俺いいっすよこういうの。うん、バンプ様の命令じゃないんすよね。いいわけないだろ、先輩もやってんの。ぶっちゃけ脅し文句なんて、レッドに会った時にその場のフィーリングで考えればいいっしょ。それだと緊張してうまく言えないかもしれないだろう。この前見とけるけ先輩なんて。先輩は先輩、俺は俺っすから。で、どうなのロギス君は。はあ、なんていうか今時の子って感じで。優しいばっかりの先輩じゃダメだよ、言うことは言わないと。はい。外部の野望。犬飼ったら、あ、おもちゃとか買ってあげないと。どういうこと、2日続けて遅刻って。教育係の俺の立場も考えてよ。さあさあ、前から言おうと思ってたけど、ガム噛みながら人の話聞くなよ、すごい失礼だよ。さあさあ。あったく、学生気分が抜けないな、ロギス君は。いい大学出て理屈は一人前だけど、社会人としての自覚が全くないじゃん。教育係の俺が社会の厳しさを教えてあげないと。あー、だるいな。ロギス君、うん、あ、なんすか。さ、明日レッドと対決なんだけど付き合ってくれる。え、俺明日休みなの。いいから付き合えよ。俺がレッドと戦うんでそれ見てるだけでいいから。お前戦いって言ってるわけじゃないんだからな。よし、怖えよ相手、発情期か。俺の戦う姿を見て目を覚ましてくれよ、ロギス君。パチンコでも行くか。あ、いたいた。いや、なんかすいません、遅れちゃって。いやいやいや、昨夜合コンあってそのままオールしちゃったもんだ。っすか、今のがレッドっすか。いや、マジガチでやべえっすよあいつ。いや、オール半端ねえっすもん。いや、赤オーラですよもう。あ、そうだ、これバンプ様に渡しといてもらえます。ロギちゃん、早く。悪い悪い、今行くって。もうなんでそのせかすのよ、せっかちちゃん。どこ行くっていうことが3年前にあってね。やばいっすね。懐かしいな、ゲドン君。で、そのすっげえ話と。え、いや、その話とこのイチゴに何のすっげえ関係が。いちご、そうそう。でね、ゲドン君も結局うちを辞めて田舎でイチゴ園に勤めたのよ。何の話かと思いましたよ。すっげえ。それで何かにつけてこうして送ってくれるの、とちおとひめを。ほんと気のつくいい子だったんだよ。じゃあ今度みんなでゲドンさんのとこにイチゴハント行っちゃいます。いいね、行こう行こう、懇親会も兼ねて。梅雨前に行きたいですよね。じゃあ私ゲドン君に聞いてみるよ。イチゴすっげえ実ってるといいですね。ゲドンさん、お昼できてるからね。ああ、今行くよ、さっちゃん。お父さん、ゲドンさん来るって。おお。そろそろプロポーズしてもいいかい、さっちゃん。バンプ様へ。今年も甘酸っぱいイチゴがたくさん実りました。酒と醤油と卵白と生姜汁、片栗粉入れて、ごま油を入れて、よく混ぜたら手の中で丸めて、アクと油取りながら団子、夏
鍋で煮込むのさ。野菜入れて蓋して団子鶏団子鍋作ろう。ほら蓋を取れば幸せの香り、朝月を薬味に。ポン酢それともごまだれで団子鶏団子鍋食べよう。締めにはうどん入れて団子鶏団子鍋食べよう。ナナって言えばいいだろう。ブルース飛行機雲と河川敷、多摩川沿いを股にかけたストーリー。地球の平和を守るため腕立てストレッチ、またやつらが連中が今日もやってきた。連絡もなしに5分遅刻でやってきた。社会人の心へ教えてやるぜ、究極形態ファイヤーバード。次の作戦、ダムに毒をまくっていうのはどうでしょう。爆弾も良くない？次元爆弾とか。あ、これは落としましたよ。お待たせしました、バンプ将軍のさっと一品。みんな毎日お料理してる？ファーストフードばっかり食べちゃってない？今日紹介するお料理はそんな人にもおすすめの一品、フライドチキンのシチュー。みんなフライドチキンのセットとか買ってきて食べきれなくて残しちゃった経験はない？今回はそんな風に余ったフライドチキンを使ってシチューを作ってみようというわけ。じゃあ早速材料の紹介。まず市販のフライドチキン1人分なら2つくらい、油の少ない部位のチキンを使っても十分美味しいよ。それに野菜、玉ねぎ、キャベツ、トマト、他にも家にある野菜なら何でもいいよ。あとは塩とコショウ、これだけで OK。 まずは野菜を食べやすいサイズにザクザク切っちゃって、チキンも適当に切って指でほぐします。もちろん骨ごとね。ここからいい出汁が出るんだから。切った材料を水を張った鍋に放り込んじゃいましょう。水の量はチキンと野菜が完全に浸るくらいに調節します。煮ると野菜からも水が出るから、あんまり入れすぎると水っぽくなっちゃうよ。準備ができたら火を入れて煮込みましょう。最初は強火でグツグツ煮立ってきたら火を弱めて、あとはコトコト焦らずに、吹きこぼれないように気をつけてね。じゃあこのまましばらく煮込みましょう。完成は番組後半で。お盆、それは古来より日本に伝わる伝統行事である。この期間、人々は生まれ育った家に戻り、先祖の霊を迎えるとともに日々の疲れを癒すのだ。そしてここ悪の組織フロシャイムもまたきっちり休みを取ったことは言うまでもない。しかも9連休なのだ。バンプ様。ん？バンプ様、お疲れ様です。あ、おかえりドラゴンくん。お盆休みに旅行に行ってきたんで、お土産買ってよした。ありがとうドラゴンくん。よかったら麦茶飲んでいきなさいよ。はい、麦茶飲みます。やっぱりこれで
飛んで。いえ、今回は東海道線だ。居酒屋のバイトの南くんも一緒だったもんで。っていうか、南くんが誘ってくれたんですよ。お盆休み何もすることないね。僕は青春18切符で名古屋にでも行こうかと思ってるんですよ。え、じゃあ東海道線でのんびり。いいね、たまにはそういうスローライフ的な旅も。よかったら一緒に行きません？え、いいの？で、楽しかった？楽しかったっていうか、相手待て、すっごく大変でした。とにかく行きの電車が混んで混んで。すいません、くちばしガードしててよかったですよ。なかったら周り血だらけにするとこでしたもん。川崎から藤沢がラッシュのピークでしたけど、酸欠で一回大船で降りましたもん。ドルゴンさん、大丈夫ですか？大丈夫大丈夫。ごめんね南くん、これしてると息苦しくって。最近は帰省ラッシュが分散化してるっていうから余裕こいてたんですけどね。まあ半端なかったですよ。でも名古屋見物は堪能できたんでしょ？いや、それな、この味噌カツ、なんかスーパーで買ってきたやつみたい。通りで客がいないわけですね。下調べもしないで行ったんで、入ったお店がことごとく失敗しちゃって。それなら向こうでぐるぐるマップでも買えばよかったのに。そうそうなんですよね、今考えると。ギャー、もうそしたらレッドのやつ鉄の棒でボコ殴りすんの。マジですか？やだ。泊まったホテルの壁がビジネスホテル並みに薄くって、酒盛りして騒いでたらクレームの電話があって、フロントで注意されちゃいましたよ。HK のケーブル見ようと思ってたんですけど、どうやって見ろってんのよ、あんな壁薄くって。え、何？あの旅がきっかけで南くんとはより仲良くなりましたけどね。そういうのが旅の思い出になるんだよ。ただいま。あ、いや、戻りました、バンプ様。おかえり。お、ドル、お疲れ様です。そっか、ドルも大変だったみたいだな。この盆休み俺たちも車で御殿場のアウトレット行ったんだけどさ、雷鳴に遭いましたよ。え、誰が運転したの？あ、俺です、レンタカー借りて。え、雷鳴ってどんな目？ほとんどこいつのせいなんだけどさ。はいはい、私が悪うございました。出発前は一番張り切ってたくせに。いないね、僕女性がいい。絶対変わらねえ、みそっかさ後ろで10分だ。あらあら、ケニケニ、見ろうさ、ほら菓子こんなに持ってきてるぜ俺。ほらほら、いいだろこれ、お前らもう少し静かにしろよ。ほら、ジュースも凍らせてきました。楽しいのわかるけど、もう少し静かにしろ。ちょうだいちょうだい、うるさい。お前運転に集中できねえだろ。で、高速に乗る前に車酔い。うさ、そのチーズ。全く、最初のうちは釣り上げられた魚みたいにバタバタしてやがったくせに。あ、こら、うさ、ポロポロこぼすな。世界征服企んでる怪人が何自動車の揺れに屈してんだよ。前こそ世界征服企んでる怪人がトロトロ安全運転してんじゃねえよ。お前サングラスして初心者マークなんかつけんな。お前こんなレベル低いな、もうそれ大っ嫌い。やべ、なんか腹痛くなってきた。さっきあれだ、凍ったジュース飲んだから。マジかよ、最悪だなもん。仕方ねえな、もうすぐ海老名のサービスエリアだから少し休憩するか。じゃあサービスエリアで休んでいったんだ。いや、それが海老名。うん、マリ、じゃあちょっとトイレ行ってくる。あの、車止めるとこねえからその辺ぐるぐる回ってるわ。上にウザ飛んでるからそれ目印にしろよ。海老名。そしたら1時間経っても戻ってこないんすよこいつ。仕方ねえだろ、便所もすっげえレベルで混んでんだからよ。しかも男子トイレの台の方にババアが入ってきやがるし。どうかしらもんね、女子トイレが混んでるんだからしょうがないわよね。おばさんたち、あの、こっち男子トイレです。いいわよ、別に気にしないから。そうそう。気にして。そういうことじゃないでしょ、ババア。返す言葉がなかったよ、あきれて。ちょっと君たち、ダメだよ、ババアなんて言ったら失礼でしょ。で、結局駐車場が開かなくて、俺はサービスエリアの中まで入れなくてさ、名物のシューマイもメロンパンも買えなくてさ。まあまあ、目的は御殿場のアウトレットだったんでしょ。ええ、
で、その後なんとかアウトレットまで行って一通り見たんですけど、特にこれといって買うものもなく。とりあえず靴下買ってきました。あ、そう。で、餃子屋があったんでそこで飯でも食おうかって話になったんですけど。あ、俺パスするわ。餃子は匂いがきついからまた帰りに気持ち悪くなると困っから。この一言で中止。仕方ねえから俺とウサだけで虚しく露天のチョロス食って腹の立ちんでもしようとしていたら、ウサちゃんだ。いつの間にかウサに人だかりができてて、うぜえのなんのって。ほんと高速代払って何しに行ったんだが。それは大変だったね。ところでバンプ様はどっか行かれたんですか？いや、どこにも行かないよ。家でゆっくりですか？それが正解ですよ。ところがかやこさんが実家に帰省しちゃってね。その間レッドさんが朝昼晩のご飯目当てにアジトに入り浸り。あの、レッドさんはかやこさんの実家には行かないんですか？ああ、行くわけねえだろ。どんな顔してあんだよ、かよこの両親に。おい、枝豆。気の休まる暇がなかったよ。バンプ様が一番大変だったんだ。おしっこ。天体戦士サンレッド。これは川崎市を舞台に繰り広げられる善と悪の壮絶な戦いの物語である。お待たせしました、さっと一品後編。それじゃあ早速前半の続きね。しばらく煮込むとチキンの皮が溶けてシチュー状にとろみがついてきたでしょ。いよいよ最後の仕上げ、塩コショウで味付けして。フライドチキン自体にも味がついてるからちょっと控えめにした方がいいね。はい、火を止めてお皿に盛り付けて完成。フライドチキンのシチュー、熱々のうちに召し上がれ。残り物のチキンとは思えぬこの深い味わい。お好みでタバスコをかけても美味しいですよ。鶏のひき肉にみじん切りの長ネギ、酒と醤油と卵白と生姜汁、片栗粉入れてごま油を入れてよく混ぜたら手の中で丸めて、さあ悪と油取りながら団子鍋で煮込むのさ。野菜入れて蓋して団子鶏団子鍋作ろう。ほら蓋を取れば幸せの香り、朝月を薬味にポン酢それともごまだれで団子鶏団子鍋食べよう。締めにはうどん入れて団子鶏団子鍋食べよう。大丈夫ですかバンプ様、声があの変なんですけど。ああ、昨日カラオケではしゃぎすぎちゃった。あ、そうなんですか、気をつけてください。あ、カラオケで思い出したんですけど、あのバンプ様これあの母親が持っていけって。あ、お茶おけにどうぞって。ああ、気を使ってもらっちゃってお返ししなくちゃいけないね。いや、あのそういうのいいですよ。あのこういうのっていつまでも子離れできてないみたいで嫌な感じなんですよね。いいお母さんじゃない。そろそろいいですか。あ、ごめんごめん、初めて。お疲れ様です。それでは今週の定例会議を始めます。今日の議題はいつも通りレッドの傾向と対策についてです。痛いって感じるうちはまだ幸せだよ。これからだよ、これから。膝の皿抜き取るぞこら。俺のパンチ食らってそれ以来匂いが分からなくなったやつがいたな。確か一発避けたら二発ボコるからな。よくもまあこんな心が折れそうな脅し文句浮かびますよね、レッドは。おろし金でその花おろすぞ。俺の拳がおかしくなるまで
ボコってやるよ。あの拳がおかしくなるまでってどんだけ？ひとまず思いつくところでこんな感じでしょうか。思いつくところだけでこれだからね。思い出したくない言葉も山盛りですよね。根っからだよ、あの人は根っから。俺も眠れない夜が多いです。一号くん、レッドは相手の心をくじく天才ですよね。言葉の方が拳より痛いよね。おい、いるか？かよこがこれ持っていけって。この間のニッコロガシのお礼とかなんとか。レッドさん、なんだ、取り込み中かよ。あ、何の会議してんだ。埋めるぞ。こら、正座しろ。 てめえら埋めよ。じー、天体戦士サンレッド。これは神奈川県川崎市で繰り広げられる善と悪の戦いの物語である。善と悪が壮絶な戦いを繰り広げる地、川崎市。今またここに凶悪な怪人が送り込まれてきたのだった。何これ？魔界のクルエル牙って言われてんだよ。魔界のクルエル牙。あ、もうやめて、息できない。え、お前たち、このチュもうダメ、レベル高すぎ。このチュだってよ。ほらほら、お二人さん、そんなに笑っちゃ失礼でしょ。ヘルウルフ君にもウサコッツたちにも。だってバンプ様、そう見たって愛さんけんすよ、この子。私もヘルウルフ君のことは知らないからね。あちらへの布地だからね。左は仮面マン。ヘルウルフには秘密があるんだよ。みっちゃん、お願い。おお、かっこいい。ビーちゃん、まあ一家に一台だよな。ほんと、部屋に一つ欲しいよ、アニマルソルジャーは。喋ってないで、始まるよ。はい。あ、ヘイカモスワン。ちょっとピーちゃん、ピーちゃんが選ぶセクシーなやつをコレクションじゃなくて例のビザを見せて。あら、満月だ。あ、これヘルウルフ君。
満月を見ると変身するの。明日は満月だよ。変身したヘルウルフならきっとレッドを摩擦できるよ。すごいよヘルウルフくん、頼もしいよ。バンパ様、チュキッ、お前たち、コロッチュ。あ、対決？夜？いや昼にしろよ、めんどくせえ。夜だと虫に食われるしよ。あ、虫除けスプレーしろだ、うらそうに。わかったよ、明日の夜7時な。あ、そうそう、レッドさん。あ、太陽が月に屈する時が来たのだ。あ？それで、とっさの起点で糸こんにゃくを刻んで一緒に炒めてみたんですけど、これが意外にも気にならなくて。あれはいいアイデアでしたね。ね、美味しかったね。はい、むしろ食感が楽しかったぐらいですよね。そうそう。あ、待ってください、レッドさん。話せよ。俺はお前たちが飯炊き忘れて残ってた少しの飯に糸こんにゃく入れてチャーハン作った話をわざわざ聞きに来たんじゃねえ。もう少し待ってください、もうすぐ月も出ると思いますんで。 TVK の天気予報でも今夜晴れ時々曇りって言ってましたんで、月が出れば、月さえ出ればヘルウルフが変身しますから。レッド、コロッチュ。やっぱ帰る。お、逃げるのレッド。なんとかしっかり。お前たちは大きな株か。どっこいしょ、うんとこしょ。バン様、月が。お、ほら、レッドさん、ヘルウルフが変身してる。おおおお、ほら、ね、ね。え、あ、惜しい。惜しいじゃねえ。そもそもなんで月見ると変身するギミックが必要なんだよ、あの怪人に。っていうか、狼が月見で狼に変身ってコンセプトがよくわかんねえよ。ねえ。ねえじゃねえ。負けていいわ。え、いいんですか。いいわけねえだろ、何満足してんだよ。レッド、このチョン。虫除けスプレーの効力が切れるから帰るわ。ひょっとして初めて勝った、太陽が月に屈した。いやいやいや、違うと思いますよ。レッド、このチョン。天体戦士サンレッド、これは川崎市で繰り広げられる善と悪の壮絶な戦いの物語である。31歳人妻、2人の子持ち、今夜そんな女からのご指名だ。ねえ、結婚してよ、弟子とは別れるから。俺に首輪をつける気か。だって私も子供らもレイジが大好きなの。犬でもな。犬でも帰る家忘れない。こっちは仕事で付き合ってきただけだ、二度と来るな。レイさん、いいんですか。火遊びぐらいまでは付き合うが、子供を泣かすのは俺の主義じゃない。それでわざと。それに俺は子供に好かれるキャラじゃない。レイジ、レイジ。レイジさん、恨みを買うのは慣れてるさ。レイジさん上がります。お疲れ様でした。はい、お待たせ。バンプ将軍のさっと一品の時間だよ。今回は早くて簡単、野菜炒めカレー。煮込み料理もちょっとの工夫で時間短縮。じゃあ材料の紹介。まずはカレールー、市販のものをお好みで。あとは牛肉、玉ねぎ、もやし、白菜、ピーマンを用意して。まず野菜と肉を画面を参考にざく切りにしましょう。お肉も好みの大きさに切っちゃって。次にフライパンに油をちょっと引いて肉と野菜を炒めます。お肉から先に炒め始めるといいよ。野菜炒めを作る感覚でね。よく火が通ったらフライパンにお野菜が浸らないくらいの水を入れて、そこにカレールーを加えて煮込みます。焦げないようにゆっくりかき混ぜて、カレールーが溶けたらご飯にかけて完成。はい、野菜炒めカレーの出来上がり。このカレーレベル高え。俺にも食わせろよ。カレー味の中華丼みたいでしょ。白菜の代わりにキャベツでも OK。 簡単にできるから気軽に作ってみてね。
白湯と卵白と生姜汁片栗粉入れてごま油を入れてよく混ぜたら手の中で丸めてさあアクと油取りながら団子鍋で煮込むのさ野菜入れて蓋して団子鶏団子鍋作ろうほら蓋を取れば幸せの香り朝月を薬味にポン酢それともごまだれで団子鶏団子鍋食べよう締めにはうどん入れて団子鶏団子鍋食べよう